リコールゴス・ステファノス・サコナスは、ギリシャスパルティ出身の陸上競技選手。専門は短距離走。200メートルの自己ベスト20秒09は、コンスタンティノス・ケンテリスの19秒85に次ぐ、ギリシャ歴代2位の記録である。2011年7月のヨーロッパ U23 選手権。 男子200メートル決勝を20秒56の U23 ギリシャ記録で制し、200メートルでは男女通じてギリシャ初となる金メダルを獲得した。2013年6月の地中海競技大会男子200メートル決勝で20秒45の自己ベストをマークし、ラミルグリエフに0秒01差でセリカチキンメダルを獲得した。2015年6月4日のダイヤモンドリーグ。 ゴールデン柄男子200メートルにおいて、ギリシャ歴代2位の記録となる20秒09をマークし、2位のクリストフルメートルに0秒19差をつけて優勝した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。微光欄の記録は、当時のもの優勝したダイヤモンドリーグの大会を記載。ありがとうございます。